平正明は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、自由民主党内閣、第二部会長。経済産業大臣政務官兼、内閣府大臣政務官、自民党副幹事長、内閣府副大臣、衆議院環境委員長を歴任した。1967年2月21日、東京都に生まれる。早稲田実業学校中等部、高等部卒業。 1989年、早稲田大学法学部卒業。1991年、家業である大田区成果市場の中卸、山国に就職。1996年、同社の三代目社長を就任。1996年に東京青年会議所入会。大田区委員会委員長として活躍後、2000年に行われた第42回衆議院議員総選挙の 公開討論会を大田区委員会委員長として東京4区で初めて開催。2003年に第54代理事長に就任。2006年度の日本青年会議所会頭に立候補し7年ぶりとなる会頭選挙に持ち込んだが名古屋青年会議所の池田義隆に僅差で敗退。2005年9月11日。 第44回衆議院議員総選挙に東京を4区から出馬、初当選。2009年8月30日、第45回衆議院議員総選挙に東京を4区から出馬、比例復活で再選。2010年7月22日、所属していた山崎派を脱会。2011年6月22日の衆議院本会議における会期延長の議決について、 自民党の党議拘束は会期の70日延長に反対であったが、東日本大震災の復旧、復興のために国会を延長すべきだとして、党方針に反対し棄権した。2012年、情報調査局長に就任。同年4月12日、衆議院本会議における郵政民営化法改正案の議決について、小泉淳一郎首相が進めた。 郵政事業の完全民営化路線を転換するものとして、東方審に反対し途中退席した。同年12月16日、第46回衆議院議員総選挙に東京を4区から出馬、当選。同月27日、第2次、安倍内閣において、経済産業大臣政務官、内閣府大臣政務官に就任。2013年10月14日、 自民党副幹事長、情報調査局長に就任。2014年9月3日、第2次、安倍改造内閣において、内閣府副大臣に就任。同年12月14日、第47回衆議院議員総選挙に東京を4区から出馬、当選。同月25日、第3次、安倍内閣において、内閣府副大臣に再任。2016年9月、 衆議院環境委員長に就任。2017年10月22日の第48回衆議院議員総選挙で合戦。2018年10月自民党内閣第2部会長に就任。2019年9月13日第4次安倍第2次改造内閣において内閣府副大臣に就任。2020年9月16日 安倍内閣総辞職に伴い内閣府副大臣辞職。同年10月、自民党内閣第二部会長に就任。2021年9月5日、石破派候補委員長を務めているが、直総再選では、河野太郎を支持する考えを石破主げに伝えた。2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙で6選。 政策主張その他の活動以下は複数の選択肢の中から一つを選ぶ形式のアンケートへの回答。国会自民党、ありがとうございます。